ドランガイッチは、ユーゴスラビアの男子バレーボール選手、指導者、パンチェボ出身。2000年シドニーオリンピックで、ユーゴスラビアに金メダルをもたらした名称として知られる。1980年、ユーゴスラビアリーグの村ドスとオモリツァで選手兼コーチとしてバレーボールの指導を始める。1989年から1993年まで、 名門クラブのボイボディナ・ノビサドの監督に就任。国内リーグで2度の優勝へと導き、指導者として大きな手腕を発揮した。1993年、ギリシャリーグへ移り、アリス・テッサロニキ、オレスティアがオリンピア・コストクラブを渡り歩いて、監督としてのキャリアを積み上げていった。2002年にはトルコリーグのアルチェリッキの指導に当たった。2007年から、 ロシアスーパーリーグのイスクラオジンツオボの監督を務め、2009年に、ウラルーファの監督に就任した。1995年、ユーゴスラビア男子ナショナルチームの監督に就任。1996年アトランタオリンピックの銅メダル、2000年シドニーオリンピックの金メダル、2001年、欧州選手権の優勝など、主要国際大会で、数々のメダルをチームにもたらした。また 2001年にはユーゴスラビアを FIVB ランキング1位へと導いた。アテネオリンピック後の2004年、低迷していた全日本男子の監督に代理人を通じて、次戦という形で立候補を表明した。しかし、全日本監督は上田達也に決定し、監督就任には至らなかった。2005年、ロシア男子ナショナルチームの監督に就任。成績不振で辞任。 2007年、イラン男子ナショナルチームの監督に就任。2008年の2008年北京オリンピックのバレーボール競技、世界最終予選、東京ラウンドでアジア枠からの出場権獲得を目指したが、獲得はならず、監督を辞任した。ありがとうございます。